I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. おはようございます、サトルです。皆さんは朝をすがすがしい気持ちでいつも迎えてるでしょうか？僕はそんなことありません、僕は通常夜ヨガを動画にしてますが、夜ヨガをするのが大好きです。夜に癒されるヨガをするのが大好きです。だけど朝から癒されたい日もあります。朝起きてもうすでにイライラしてる人きっと少なくないと思います。今皆さんはどんな顔をされてるでしょうか？これから一日が始まるのであれば機嫌良くなってですね、少しは笑ってですね出かけてもらえたらいいなと思ってます。そのためにヨガをやりましょう。ヨガを習慣にしたい人はチャンネル登録をすればヨガライフをスタートすることができます。忘れようにも忘れれないぐらい僕の新着動画がきっとアップされて表示されます。じゃあ今日も一緒にやりましょう。では最初、今日は四つん這いから骨盤の下に膝、肩の下に手のひら、背骨まっすぐにしてみて。ヨガ鏡がないですね。ここで呼吸します。鏡がないけど背骨ってまっすぐって分かりますよね。深呼吸して、呼吸鼻から吸って、鼻から吐いて、吸うタイミング背骨全体反らせて目線が上、腰だけ頑張らないようにね、吐く息で丸めます。痛いほど動かさないです。痛いほど動かすとイライラきます。吸って背骨反らして。で、朝一だとバキバキ硬いですね。そんなもんです。何回か繰り返して、吸う時は反らせて、吐く時は丸めて。心地よくなるためにやってみてください。硬いなって言ってイライラしないでください。硬いのが当たり前です。背骨ニュートラルで動き止めて、お尻かかとついてから大きな丸、これ足の付け根を動かしてます。骨盤周り、足の付け根にあったかい血液が巡りますが、血液にも感情があるっていう説があります。じゃあ逆回し、本当にそうなら血液が回っていくときに、血液が体を温めていくときに感情に変化ってあるでしょうか？ひょっとしたら感情、血液に感情があるっていうのと関係してるかもしれないですね。動き止めて、じゃあお尻かかとで今度体をももに預けてチャイルドポーズ。おでこマットについてもいいし、手を重ねてもいいです。腰回りストレッチ。夜やるとこのポーズストレッチ感感じれなかったりするけど、朝よくわかりますね。背中回り、腰回りにジューシーな血液を巡らしてみてください。呼吸すると血液って巡ります。その音を聞きながら、腰回り、背中回り、血液が巡るのを感じます。あんまりやると朝なので寝ちゃう人がいるので、この辺にしましょうか。四つん這いから足指ついて、お尻持ち上げてダウンドッグ。これ主に膝裏ストレッチで、腕は体を支えてるから肩周りに血液が巡ります。おへそ見ても、腰痛くなかったらおへそ見て、で首は力できるだけ抜いてください。膝無理に伸ばす必要ないです。背骨を無理に伸ばす必要はないです。ただ自分の中で伸ばしにかかって、手でマットをしてて足で蹴ってて、拮抗した力がこう上に抜けていくイメージ。長く呼吸してみて、よく吐いてよく吸ってを繰り返して、膝を下ろしたら、右膝立てましょうか。これ僕逆やります。立てた膝が右足で、この足首の角度を縮めていきます。グーって、つま先と膝の角度大体一緒にしといて、全然ずれてない限りは大丈夫、大体でいい。で足首の角度を縮める。かかと若干置いてもいいけど、やりたいのは足首の角度で、
ふくらはぎの下の方ね、ヒラメ筋をストレッチしてます。ヒラメ筋って聞いたことありますか？女性硬い人多いですね。あの体冷える人とかね。でそんなに伸び感感じなくても結構ちゃんと伸びてます。で足首の前が詰まる感じがする人いるけど、それも筋肉だと思ってください。あの骨が当たってるわけじゃない。痛すぎるほどやるのは禁物ね。逆いきましょうか。今度は逆の足、足首の角度を縮める。でもちろん痛いほどやらないで、もちろん深呼吸して、もちろんニコって笑ってますか？笑いながらやります。まあ僕も一人だったら笑ってないかもしれないですけど、あのみんなとやってるということで笑えますね。吐き切ったらゆっくりほどいて、さっきのもう一回ダウンドッグやってみて、ここが伸びてるとさっきのダウンドッグも自分の中で変わってるかもよ。吸う息でプランク、吐く息で膝と胸と顎つきます。ここちょっと時間取ろうか。膝胸顎つくの難しいでしょ。特に胸、顎でもいいし、これでもちょっとしんどかったらその時はこううつ伏せでもいい。で次の吸う息でうつ伏せになって、これみんなうつ伏せ、足の甲を伸ばす、肩の下に手のひら、骨盤の恥骨マットをグッと突き刺して脇閉じて、肩は怒り型の逆、お尻方向下げて、次の吸う息で足の甲でマットを押しながら脇閉じて、背骨反らせて目線が上、何呼吸か置きましょうか。手で押すのは4割、6割は背筋だと思って、足の甲浮かないようにしっかりマットを押さえて、鳩胸になる。背中使うとそこに血液が巡ります。そうすると気分すっきりするんですよ。なんでって、自分の血液が余計なものを流していくからです。吸い切った人、吐く息じゃうつ伏せでちょっと手のひら重ねてちょっと起きます。今度両手のひら上にして前伸ばして、で骨盤の恥骨マットをグッと突き刺して、足首ピンって伸ばして、ふくらはぎがキュッてなってるでしょ。そのままちょっと浮かせる、骨盤の恥骨マット突き刺す、足の付け根を押さえつけるって言ったらいいのかな。そのまま上体も浮かせる、背筋のトレーニングみたいな感じで、めちゃくちゃ反らせないでいいです。背筋をちょっと使う、肩は怒り肩じゃなくてお尻方向引き下げて、で頭はちょっとだけ浮かす。で深呼吸、高さ競ってないです。自分としては体の背面の筋肉をまんべんなく全体的に使ってて呼吸してる。吸い切ったら吐く息ゆっくり下ろしてください。もう一回手のひら重ねて、今は脱力して呼吸してる。腰が痛くなる人、必要な筋肉が足りてないか、まあ無理しすぎたか、どっちか。痛いほど頑張らないで。筋肉が足りないと言っても今日腰をいじめる必要がないです。肩の下に手のひら、さっきの一歩前のポーズと一緒、骨盤の恥骨マット突き出して脇閉じて、肩怒り型じゃない方向に下げたら吸う息でコブラのポーズ、背筋半分使う、ちょっと疲れた、吐く息ダウンドッグ、膝裏ストレッチ、お尻痛かった人ちょっと腰丸めながらダウンドッグすると気持ちいいかもしれないです。深呼吸、腰つらかった人は腰気持ちいいなというダウンドッグにして、次の吸う息、右足両手の間、吐く息前屈して、おでことすね近づけて前屈して、足ちょっと開こうか、肩幅でちょっと開く、足ちょっと開いてダラーンと前屈、体をももに預けるような感じ、スポーツテストじゃないですからね。
優しい呼吸を膝裏に届けることで緩めてみてください。苦じゃない人は肘と肘持ってだらんとさせて上半身を、これすると腰痛い人痛くする必要がないので支えといて、ヨガ気持ちいいからやってます。で、気持ちいいっていうのが人によって違うんですね。こっちかもしんないし、こっちかもしんないし、自分の気持ちいい方はどっちかっていうのを選ぶことがヨガにおいて大事。お尻しゃがみ込んだら、今度マットに座りましょうか。じゃあ右足伸ばします。こっちが右足、伸ばして開く。僕逆やります、鏡だと思って。吸う息で左手が天井、こっち左手で、吐く息で伸ばした足側にこう背骨カーブさせて、手は後ろについてもいいし前についてもいいし、体側伸ばし、背骨カーブ、股関節ストレッチ。胸を天井向けようって言うけど、無理に向けたら痛いので、どの程度向けたら自分は気持ちいいでしょうか。辛かったらちょっと下でもいいんです。手の位置もね、前にしたり後ろにしたり、人によって本当様々なんですね。やりたいのはでも一緒、背骨カーブ、体側伸ばし、股関節ストレッチ。これ全身がストレッチかかります。全身に血液が巡ります。あったかくなります。吸う息で体を起こしてきて、吐く息で降りてきて、今度逆ね、今度は左足を伸ばします。吸う息で右手が天井、吐く息で伸ばした足側にこう手ついて、背骨カーブ。手の位置は前にしてみたり後ろにしてみたり、こんな感じになるかもしれないですね、人によっては。さっき言うの忘れちゃった、目は気持ちいいとこ見て、目をパチパチしてちょっと笑ってよく吐いてよく吸う、よく吐いてよく吸う、繰り返し。上の指もちょっと軽く伸びてく、吸うタイミングで体を起こして、じゃあ吐くタイミングで下ろしてきてください。あぐらになってちょっと呼吸、足の裏同士合わせて、足の裏ピタッと合わせて、外れないように指絡めたやつで固定して、膝がちょっと閉じてもいいです。ちょっと背骨伸ばしながら、足の付け根パタパタ、股関節。イライラくると股関節が固まるって知ってますか？イライラくると肩が硬くなるのは一般的に知られてますね。で、肩と股関節です。これ気のせいじゃなくて、物理的に本当に怪しくないです。緊張してイライラすると肩が硬くなるっていうのが受け入れられるのなら股関節も一緒で、肩ほぐされたらホッとするのと同じように、股関節ほぐしたらホッとするんです。嘘だと思うのなら体に聞いてみてください動き止めて、吸う息で背骨弱伸ばしておいて、弱上見て、吐く時で体ちょっと倒していくけど、痛いほど倒さないでね。腰痛くない人はおへそ見て、そしたら首の後ろも伸びますね。で、ここで呼吸して、股関節と背骨丸めながら、首の後ろ伸ばしながら呼吸します。ほっとします。きっとほんまです、きっと本当です。呼吸の音はどんな音がしますか？自分に明確にあったかい呼吸送りますが、その音はどんな音ですか？吐き切ったらゆっくり体を起こして、あぐらになって肩呼吸。呼吸すると背骨って安定します。背筋で無理に起こすわけじゃないです、体を。呼吸深くなると背骨が安定して、背中と肩の力って抜きやすくなります。その時眉間の視野が消えて、口の口角がちょっと上がります。マットに仰向けなります。
手足伸ばして、頭はどっちでもいいのでマットに収まったらちょっとブラブラと動かして、動き止めた人、今からが一番大事なポーズ、一番大事なポーズで特別何にもしないです。でもこれが一番大事なポーズ、シャバーサナっていいます。体がここにあって呼吸をしているポーズです。どんな日でも、自分がどんな状態でも簡単にできます。ほら、もうできてます。これ一番大事なポーズ。じゃあしばらくシャバーサナ。シャバーサナ続けたい人は続けておいてください。起き上がる人は膝立てて転がって起き上がって、安楽座あぐらに戻って、ではこれで今日のレッスンを終わりたいと思います。僕はこんな感じのヨガをやっています。ヨガは先生の数だけあるので、皆さんが受けたいと思った先生を選んだらいいんじゃないでしょうか。
無料のメールマガジンや LINE 公式でコンテンツを発信しています。自分で言うのもなんですけど、無料とは思えないぐらい力を入れてます。またヨガの先生になりたい人にはヨガインストラクター養成講座をオンライン対応で開催してます。詳しくは概要欄を参照してください。僕はリアルでもオンラインでも何らか皆さんにお会いできたらいいなと思って、こうやって YouTube を続けています。では次またどこかでお会いできる日を楽しみにしてます。あと2分とろか。大ねじり大変でしょ、説明がね。わかるわかる。行こうか。行けそう。やっときたい人。じゃあマキさん、じゃあマイクそっちにしてください。もう僕切ります。左足を曲げてかかとを尻の横につけますが、足痛い人はまっすぐのままでも大丈夫です。必ず腰を痛めてしまうので、溝落ちの裏意識しながらねじってください。お尻浮いちゃうと手骨が丸まってるので、丸まったまんま手骨カーブしてて側屈してるよね。今側屈したままツイストすると痛めやすいので、だからお尻は両方待ってるよっていう表現です。側屈は上がりますね。側屈したままツイストすると痛めます。後ろ足揃えて前屈して吸って起きて頭で合掌してっていう感じで終わります。終わり方は自由です。テストです。お願いします。お願いします。じゃあまず四つん這いになっていきましょう。できるだけ背筋がまっすぐで前屈していきます。首が辛くなければ左の指先を向いていきます。首が辛い方は横でも下でも大丈夫です。はい、ありがとう。よかったね。ありがとうございます。じゃあ